コーナースタート。ここまで来れたの本当にみんなのおかげで、エイカがこんなに毎日楽しくいられるのは本当にこの YouTube を見ている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。今後もエイカはみんなに元気を提供したいです。そのためには皆さんの応援が必要です。これからもエイカの応援よろしくお願いします。これからもエイカは全力でね頑張ります。ありがとう。一番気に入っているコーデはこれです。ウィゴーで買ったアロハワイシャツみたいな感じですね。エイカ様ってどうやって毎回ニコニコで生放送の回とか緊張せず元気にいつも通りでいられるのでしょうか。今回の生放送のやつなんですけど、緊張しない方法を教えます。まずは自分を信じることです。会場に来ている子は必ず一人はエリカのことを楽しんで見ている子がいる。それを信じて挑みました。そうですね、あと練習をたくさんすること、そこで自信をつけるってことを信じて、楽しく挑みました。次、エリカちゃんの最近のマイブームは。エリカの最近のマイブームは掃除かな。掃除掃除が好きで、最近掃除に目覚めたんですよ。なんかね、クイックワイパーで掃除するのとか好きだし、マイブームかなこれ。ここでどんなことが流行ってるの。荒野行動かな。なんかね、いつもスマホでねゲームやってるんですよ。いつもんです。ついさっきそこに100円落としました。どうしたらいいですか。諦めるんだ。一番の視点説でエビフライの尻尾を食べると登録者数字伸びるって本当ですか。試してやりません。そう、大正解、ハーフです。親父がバングラディッシュで、ママがね日本人です。好きな YouTuber はめっちゃいい質問、みんな大好き。その中で誰か絞るとしたら、やっぱ一人はエリカチャンネル。やるじゃないか。いなり兄弟、地面社長ですね。イケメンだから。リクエストです。顔にメイクしてバスタブに水または湯を入れたところに足の付け方で、無理。リクエストです。こんな感じで私服ファッションショーしてください。ファッションショーしてほしいの。 OK。 正解を10個教えて待ってください。ドイツキャラでバースをしながらやってほしいの。風船持ってないから。うわー、メガネ落ちた。やるじゃないか。10連発 OK。 やるよ。OK。 次、家族構成は。親父とママとお姉ちゃんと妹と犬。好きな子いるの。いません。もう高校入ってから実は好きな子いなくて。これ言っちゃおうかな、どうしようかな。言っちゃおう。なんかもしかしたらうち自分に恋してるかもしれない。やるじゃないか。だから恋愛ができないのかもしれない。このペースだと年内に1000人いきそうだね。想像つきませんね。でもいつか行くといいよね。うちの予想は38歳頃には1000人いってるかなって思ってます。フムには入りたいですか。フムネットワークには入りたいって思ってます。はい。誰かとコラボしたいですか。もちろんめっちゃコラボしたいです。なんか楽しいじゃんコラボって。ぜひお待ちしております。 YouTube やってて挫折したそうになったことありますか。ある。1回だけあります。1回だけ高校3年生の時に、まあ悲しい出来事があって、何があったとはまだ言えないんですけど、何かあったことはまあ60歳になったら言おうと思います。おばあちゃんになったら YouTube で伝えようと思ってます。悲しくてもう2時間すごいずっと泣いて泣いて、2日間はすごい泣いてました。それを知った時はもうすごい悲しくて、立ち直るのができなくて、元気になるのができなくて、あ、もううち YouTuber 無理だってなって、もうこんな元気ないうちはもう YouTube でみんなに楽しませる資格なんかないって思って、でその時はもう YouTube やめようと思ったけど、人間ってさ、どん底まで落ち込んで悲しむと、めっちゃ限界まで思いっきり悲しむときっと次はね這い上るんですよ。私はやっぱずっとこのまま落ち込んで苦しみたくないから、あの人との交流会とかよく参加して、人と触れ合って人脈広げて、でまた立ち直ることができました。はい。本当もしうち人間とか本当立ち直るのできなかったし、やっぱ行動力は大切だなって思います。っていうのが1回だけ YouTube 挫折しそうになったことです。今はねもうすごい元気になったし、はい、今後もね、みんなに元気をお届けしますってことで、質問コーナーは以上となります。みんなリクエストしてくれてほんまにありがとうめっちゃ楽しかった。次はチャンネル登録400人超えてたら質問コーナーやろうと思います。その時もまたねぜひよろしくお願いします。金曜日の夜7時にエリカチャンネルとお会いしましょう。見てくれてほんまにありがとう。皆さんの幸せも今日も願ってます。バイチャー。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けよう。
しても